はい、どうも、ジェリーです。ということで、本日はですね、プロジェクト世界からフルステージ、フィーチャリング初音ミクで、動画を撮ろうと準備してたんですけど、その準備が全然終わらなくて、これちょっとみんなに聞いてみたいなって思ったんで、動画回してます。それがですね、エリア会話、このエリア会話ってあるじゃないですか。まあ、例えば今だったらね、こんな風に M ちゃんと姉ちゃんがいて、こんな風に話してるっていうやつがあるんですけれども、これがさ、なんか出てこないキャラクターがいるんだよね。今回画面の右側にアイリーちゃん置いてて、今回の動画で、まあ、アイリーちゃんを置いてね、動画を撮りたかったんですよ。ジルさん基本的に動画でこう、話していくキャラクターでメイン。例えば今度のイベント予想だったら、エナナンのバナー予想してたんで、エナナンを置いて話をするみたいなことをしてたんですけど、今回ね、それでアイリーちゃんを、置いてやろうと思ってたのに、アイリーちゃんが出てこないんですよね。これがどのくらい出てこないかっていうと、今、10分間出てきてないんですよね。このタイトルに戻るってあると、リセットされるんで、これを何回も繰り返すことで出してて、まあ、いつもはね、まあ、たまに出ない時もあるんだけど、まあ、10回くらいやれば絶対出てくるんですよ。なのに今回10分以上これをし続けてるのに未だに出てきてなくって、ほら、いないんだよね。てか、ももじゃんメンバー自体が全然出てこないの。これなんかそういう仕様あるのかな？これまで知らなかったから、もしかしたら、そういう仕様があるのかもしれないんだけど、これ何なの？いや、これ、マジで知らなかったからさ、びっくりしてて、ももちゃんのオリジナルメンバーが、こっちのさ、世界にもいないし、現実世界にもいないんだよ。これどういう条件か知ってる方いますか？いたらね、ちょっとコメント欄で、マジで教えてほしいです。本当に超今困ってる。なんで？動画撮れないじゃんってなってて。ちょっと待って、見てよ、ももちゃんメンバー、誰一人おりませんっていう。そんなことある？レオニーいるでしょ？で、ニーゴいるでしょ？で、ワンダスいるでしょ？ビーバスいるでしょ？って、いるじゃん。なんで？ももちゃんだけいないの？マジで意味わかんない。っていうのをもうほんとずっと繰り返してて、多分この動画もすでに2分くらいあるんだけど、まあ、2分やってもね、出てこないっていう。これを、もう今こんなふうに喋りながらやってるけど、喋らずに無言でずっと10分間やり続けて、また出てないと。これライブやったら変わるのかな？なんだろうね、これ。ちょっとなんか、楽曲をとりあえず1曲、こう、スタートしてリセットしてみよう。スタートしてリセットしたら変わる説。うん。あると思う。何なんだろうね。タイトルに戻るでリセットされると思ってたんだけど、実は違ったのかな？なんかテーブルみたいなことがあんのかな？はい、ということでリタイアして、これで変わるかな？これで変わってないね！マジで？ももじゃん、イベントストーリーとかの兼ね合いかなとかも思ったんだけど、今回のイベントストーリー、ワンダショだから、ももちゃんのイベントも前後いないから、ももちゃん出てこないのさすがにおかしいよねって思って、最近ももちゃんのエリア会話追加されてないとかあったかな？もしかしたら、アップデートの時とかに、急にエリア会話追加されることあるから、その時のエリア会話の追加とか、あとはこう、前後のイベントでの、こう、追加とかに合わせて、表示が多少ね、減ったり増えたりはしてるかもしれないんだけど、だとしても、こんなに出ないことってちょっとおかしくねと思ったんで、はい、今回ね、動画にしてみました。いや、もう、こんだけみんないるのに、本当にいないんだよ、ももちゃんだけ。誰もいない。ということで、ちょっとこんなね、同じ現象あったよって人とか、あとはね、この動画見て確認した人とかでどうなったかよかったらね、コメント欄で教えていただけると助かります。もしね、対処法知ってる人いたら、ぜひコメント欄で、本当に教えてください。お願いします。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。